新型コロナウイルスは世界中のあらゆる地域社会に影響を及ぼしています。当社にとって従業員の健康と安全は最重要事項であり、チームを守るための対策を講じています。このウイルスの拡散を防ぐにはガイダンスを詳細にわたり強化することが重要です。自分自身を守ることで他の人々も守ることができます。症状がある場合、あるいは感染したと診断された場合は、人事部と上司に直ちに連絡してください。以下は新型コロナウイルスに感染しない、感染させないためのベストプラクティスです。 1. 石鹸と水で頻繁に手を洗いましょう。ハッピーバースデーを1回歌う時間が目安です。特に物を食べる前とトイレを使った後は必ず手を洗いましょう。 2. 手で顔を触るのは避けましょう。手についたウイルスが鼻、口、目から体内に侵入してしまいます。 3. 他の人と 1,2 メートルの距離を保ちましょう。ウイルスは呼吸によって口から出たしぶきに乗ってこの距離まで飛ぶ可能性があります。 4. 咳やくしゃみをするときはティッシュペーパーで口を押さえ、使ったティッシュは蓋のついたゴミ箱にすぐに捨てましょう。 5. 医療用マスクは感染の症状がある場合に限って着用します。 6. 体の不調を感じたら自宅で待機しましょう。 7. 体温計で毎日体温を測りましょう。 8. シェッドを覚えておきましょう。睡眠、水分補給、運動、食事です。目にした情報を鵜呑みにせず、噂を広げないでください。現地政府のウェブサイトで最新情報をチェックし、情報源をきちんと確認しましょう。大切な人、同僚、コミュニティとはデジタルでつながりましょう。そして常に前向きな気持ちでいましょう。私たちの行動は結果につながります。一致協力して新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎましょう。